江戸小話、こんにゃく。ある旦那、新入りの丁稚に、こんにゃく屋が通ったら、呼んで買っておきなさい、と言いつけた。かしこまりました、と返事をしているところへ、ちょうど、こんにゃく屋、こんにゃく屋、と、呼び声が聞こえてきた。旦那はすぐ、ほら、なぜ買わないのだ。呼んですぐに買いなさい。と言えば、丁稚渋って。いいえ、旦那様。あのように横柄なやつのものは買いません。いつ食おうとこっちの勝手なのに、今夜食いや、今夜食いやと、横柄に抜かします。と言い張り、どうしても買わなかった。